日本、鹿児島県鹿児島市稲荷町稲荷町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下、稲荷馬場,場,場町、鹿児島市、稲荷馬場,場,場町。郵便番号は892-0801。人口は1281人、世帯数は601世帯。稲荷町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市中部。 稲荷川の下流域に位置している。町域の北方から東方にかけては、吉野町、東坂本、坂本町、南方には、清水町、西方には津住川町にそれぞれ接している。東端部を国道10号、並行して、日方本線が南北に通っており、吉野第一方面に、鹿児島県道16号鹿児島吉田線が分岐している。 町域の西端部には、鹿児島市立清水中学校が所在している。稲荷町という町名の由来は、稲荷町に鎮座する、稲荷神社に由来する。三国名勝図へに、挿絵として掲載されている稲荷神社稲荷町にある。稲荷神社は、島津市、第九代当主、島津忠邦が、一木の稲荷神社を勧生して建立された神社であり、天正年間に、 火災で社殿が消失し、現在地に移転している。江戸時代には、鹿児島城下のうちの鹿児島郡鹿児島近在坂、本元村の一部であった。寺院と門前地が連なっており、天保城下会図によれば、稲荷馬場町には、大乗院、大公院、稲荷神社の別当院である、宝持院が並んでいた。大乗院前の通りは、稲荷馬場と呼ばれており、稲荷馬場では、 旧暦の11月3日には、やぶさめの神事があり、稲荷市も開かれていた。稲荷市について、薩摩藩の知事である三国名小図絵では、以下のように記載しており、文後国府内の浜の市、肥後国天草の本土の市と並んで、九州三の大市と称している。札藩年中行事によれば、稲荷市では、日用品や小道具、骨董品、武具、古着、 古本などが販売されていたという。稲荷の詩、毎年11月、当社祭日より、連春の間、近地通、英数町にわたり、浮き式を出す。ゼオ、稲荷の詩という、都比の男女、比に集まり、キュールにあらざるものなし、他国におて、この詩と、文語国府内の浜の詩と、肥語国天草の本土の詩と思って、九州三大一と、小とかや、 かくてこの稲荷の死、最も大なりとす、三国名称杖巻の三、明治時代の初期頃に、鹿児島郡鹿児島近在坂元村から分割され、鹿児島城下のうちの稲荷馬場町として設置された。明治時代初期の稲荷馬場町は、氏族が平民より多く居住しており、武家町であった。 1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が、 施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの稲荷馬場町は、鹿児島市の町名、稲荷馬場町となった。1899年1月9日には、町名の解明が行われ、稲荷馬場町より、馬場の字を取り、稲荷町に改称した。第二次世界大戦終戦後に、北緯30度以南の区域が、 アメリカ軍の施政喧嘩となったことにより、村域が北緯30度をまたがりかつ、北緯30度以南の中の島に村役場を置いていた大島軍豊島村は、北緯30度以北にある上、三島のみが日本の施政権下に残り、村役場を失うこととなった。このことにより、日本の施政権下に残った上三島を管轄する役場として、 1946年2月24日に、豊島村狩役場が、稲荷町12番地に設置された。豊島村狩役場は1947年に、地区町に庁舎を建設して移転した。1950年には、稲荷町に、鹿児島市立多摩流高等学校が設置されたが、翌年の1951年に、多摩流高等学校は、 池上町の副祥寺跡に移転し、それまで清水町に校舎があった鹿児島市立清水中学校が多摩流校等学校校舎跡に移転した。1968年7月1日には稲荷町の全域で住居表示が実施された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市立清水中学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に駅は所在しないが、東端に日方本線が通っている。以前は付近に清水町電停が所在していたが、鹿児島市電上町線が廃止されたため、現在の最寄り駅は鹿児島駅である。ありがとうございます。